こんなことできる人かわいいやん、素敵やん。あ、こんな感じか。ブルゾンからこうコートまで。かわいい。ちょっと見て、ちょっと見て。後ろ引く見て。おはようございます、トーレイです。今日はですね、ルミネ有楽町にいます。どちらに来ているかと言いますと、こちらでございます。トラディショナルウェザーウェアですね、はい、春の新作があるということで早速行ってみたいなと思います。こちらです。こんにちは。今日はよろしくお願いします。改めましてなんですけども、お名前を伺いしてもよろしいでしょうか。菊井と申します。菊井さんです。よろしくお願いします。春爛漫のウキウキの、はい、ウキ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 の新作があるということで、はい、早速見ていきたいと思う。やりにくそう。めんどくさい、うざがらみしてきた。そう、はい、こちらの今トルソーが着ている、はい、以前秋冬にもご紹介させていただいたトラディショナルウェザーウェアのアイコン的なモデル、うんうんうん、マールトンの春の素材、コットンポリエステルの撥水素材、はい、春爛漫です。ですよ、桜今咲いた感じしますね。へえ、すごい発色今回綺麗じゃないですか。そうですね、今季は本当カラーが結構ポイントになっておりまして、うん、あ、春春春爛漫です。へえ、かわいい。あれ、ちょっと腕が短め？そうですね、気持ちちょっと短めに、すっきりめな。多分短めだから、はい、レイヤードが楽しめると思う、はい、ちょっと見せさせる感じ。形がドロップショルダーでショートコートっていうのがポイントの、ね、うん、いつももうちょっとここら辺まであるんですよ、はい、やっぱ春だから短いくらいのがいいのかな。そうですね、ちょっとこうすっきりというか軽やかで。見て見て見て、金玉がついてる。かわいい。ちょっと見て、ちょっと見て、後ろ引く見て。後ろ引く見てもらっていいですか。菊井さんがパーカーありバージョンなんだね、はい、フーデットのモデル、マールトンフードを今着用しております。うんうん、かわいい。その色もその色でかわいい。テンション上がりますね。やっぱ色いいね。あと黄色はすごい、顔色がなんかよく見えるね。そうですね、もう一つ同じ素材感ですと、この前秋冬にちょっと着ていただいたマールトンノーカラー、ノーカラー、はい、かつボタンが金、はい、金ボタンになっております。これちょっとなんかこうシックな見え方になるかもしれないね。襟でも選べる、色でも選べる。色がこちらはこのベージュと、うんうん、こちらブラックと、うんうん、あとネイビーがちょっとこちらにあるんですけども、ネイビー今これ着てるやつ、はい、これね、これはこれでいいな。これはこれで。そうですね、これはこの合わせいいですね。マリンっぽくてよくない？なんか秋もここにある合わせいいなって言ってましたけど、ね、多分ね、トラディショナルの合わせ好きなんだと思う。、うん、スタイリングが好きなんだと思う。じゃあ他は、他、はい、他のバージョン、他のバージョンがまたこちらが、うんうん、また素材違う？そうなんです。こちらがゴムっぽい感じ。形は一緒？形が実はちょっとだけ違います。こちらが昨年もすごく人気だったモデルのダドリー。こちらはですね、防水素材。うん、マッキントッシュはゴム引きコートに、うんうん、なぞらえて作っている、うんうん。何着たいかな？黄色着てみたいです。はい、ぜひ。ここの襟良くないですか？可愛いです。このパターン。こんな感じになります、はい、かわいい。こっちが、フードあり、はい、フードなしですね、はい、ダドリーとダドリーフードというモデル、はい、なります。さっきの素材と違って、こっち張りがあるから、はい、このラインがこう結構綺麗に見える。そうです、ね、ちょっとポンチョみたいな感じの、うんうん、はい、A ラインシルエットに。あとここがピーってドットボタンをつけておりまして、ピッと、じゃあちょっと中に入れてちょっと裏地出すと、はい、あ、裏地も、そうなんです、裏地もちょり中が今年は同じ色なんですけど、裾とお袖、なるほど、サテンテープを入れているので、折り返して切るとまた表情変わるよってやつですね、はい、ちょっとアクセントに。紫藤さんにもう一つおすすめがこちらなんです。あ、かわいい。これはこちらも防水素材で、同じ素材、そうなんですよ、ネルシャツのちょっと素材をそのまま使っておりまして、うんうん、防水フィルムを挟んでいるボンディングのこちらもコートに、うんうん、最初にご紹介いたしましたマールトンと同じ形の、今年もチェック3色でエージェントというちょっと明るめのブラックウォッチ。ほー、はい、なるほどなるほど、うん、赤新鮮、はい、赤ってなくなかったですか？なかったですね。ちょっとてか今シーズン赤多くない？私が最近ショーいっぱい行ってるんだけど、なんかすごい赤が印象的な、はい、そうです、新鮮、はい、あとなんか
一番形がくっきり見えるかもしれない。あの張りがあるのでパッキッっていうのがかっこいいの、かっこいいの。好き。ちょっと生地にこう厚みもあるので、うんうんうん、ちょっと冬コート飽きちゃったなっていう時期から、ね、着ていただけると思います。しかもその赤だけど、はい、ちょっとくすんだ赤だからあのバキッとしてないところがいいか、あの合わせやすいんじゃないかな。そうですね、チェックがね黒と黒と緑入ってるから割といろいろ合わせやすいと思います。これでも、はい、これで可愛い。ちょっと柄の雰囲気が全然違うと思います、うん、この合わせ良くないですか。デニムでちょっとカジュアル、うん、でも足元靴下とヒールでみたいなトラディショナルって感じ感じする。好き好き。ちなみに今年あの傘も同じ柄を展開しておりまして、うんうん、あ、やばこんなことできる人可愛いやん、素敵やん、こうディテールこだわれる人素敵やん。白姿の方が私可愛くない？可愛くない？可愛い。どんな可愛い人が通るんだと思って多分私ね走って前行くもんパーンみたいな感じで。傘バリエーション増えましたよね。バリエーション増えました。ずっと増えたよね。ずっと定番のホールディングバンドとビニールと、うんうん、で今はもう軽量のタイプが、うん、こっちの軽いバージョンも出てるからすごいなんか色味的に新鮮じゃない。春やってきた、春やってきた。先ほどのコートと同じあのブルーと、本当だ本当だ、はい、ブルーバージョン、イエローもございます。傘ねプレゼントにいいなと思ってて。ああ、確かに。ちなみにこのおいくらくらいなんですか。それぞれ一で長傘の方で14,500円、短い方でちょっと柄とかにもよるんですけれども、うん、13,200円。ああ、はい、これもらったら嬉しいですよ、値段的にも。デニムもとても一押しで、はい、アウターのバリエーションがと増えまして、はい、ワン、ツー、ユニセックスで、スリー、ユニセックス、あとノーカラーで、すいません。お、こっちもあるでよと、はい、へえ、あ、こんな感じか、はい、なるほどなるほど、ちょっとブルゾンからこうコートまでセットアップで着れるとこっちもあるので、はい、そうですね。あ、これ、あ、なる切り返した、そうなんですよ。折ったのかなって思ったら、もともとここで切り返してある、はい、ノーリッチカラーブロックパンツという。へえ、面白い。私が履いてるのが同じシルエットの、うんうん、こう切り返しになっていないタイプ。2つ選びますよと。はい、新色でホワイトが入ってまいりました。なるほど、それぞれ形全部色がある。はい、同じ展開でちょっとパンツはあの、うん、色によってないものもあるんですけれども、うんうん、こちらは、はい、3色展開になっております。白新鮮、すごいお似合いです。かわいい、なんかあの吊るしてあるとちょっと可愛い見えするのかなと思ったけど、はい、着ると多分可愛いにも触れるし、そうですね、ちょっとモードっぽい方にもいけるなと、はい、着こなし次第でいけるなと。なんか冬って結構暗い服着ることが多いから、はい、気分をガラッと変えるのは白いいですね。そうですね。そして、はい、さんは、私があの冬に毎年あの、うん、ベストセラーのキルティングアークリー A ラインを出してるんですけど、うんうんうん、こちらがあのアークリー A ラインのモデルをデニムに落とし込んだ、はい、落とし込んだ新作になります。確かに確かに。へえ、このセットアップ可愛くない？はい、ちょっと同じ素材のデニム、ノーリッチというデニムを、うんうん、入っております。確かに後ろのディテールとかもなんか彷彿させるやつある。でもこのステッチとか良くない？仕事してやる。同じ金ボタン。あ、本当だ、はい、本当だ。そしてあなたはあなた着てるじゃないですか。私の同じのの色違いのメンズ、はい、メンズバージョンですね。全然違和感がない。まあなぜならば下下あとこの間買ってたもんね。私物のトラディショナルウェザーウェアのパンツ。こちらが定番の、はい、あ、ショートもあるよと、はい、ワークジャケット001。あー、でもね、このバランスあるよ、はい、このバランスは私好き。あのなんか武骨なアメリカンな感じ、はい、後ろのこのぴょろっと、うん、ぴょろっと見えるのキャワよ。あなた爆心地可愛いですよね。ねシルエットが兄貴みたいになってますね。そうなんですよ。あ、そっか、なんか見たことあると思った。これ兄貴だわ。続いてこちらで、はい、22年の春夏にデビューしたモデルで、うん、はい、とてもあの瞬く間に完売してしまった人気のエルガンロングというモデルになります。素材が結構軽いですね、はい、薄くて。そうなんですよ、ポリエステル素材でかなりこう、うんうん、高密度で織っている素材なので、うんうん、本当に軽くて柔らかい素材に、薄いよね、はい、なっております。確かにディテールもちょっとシャツディテール、ちょっとボリューム袖が可愛いんです、うん、今年あの新しくこちらのオフホワイトが、はい、新色で、はい、入荷いたしました。で形もロングと
このエルガンロングを短くした、うんうんうん、はい、モデルエルガンというモデルと。ちょっと着てみましょう。はい、あ、かわいいやん。私は自分で見てびっくりした。かわいくてびっくりした。ちょっとこうスポーティーなテイストなんですけども、金モダン、うん、ここでちょっとなんかアウトドアすぎない感じ、はい、感じが、かつあれですね、結構これ街があるから重ね着できます。すごい入るよね。はい、結構背中なんですけど、こうアンブレラ用具がついていて、結構こう腕までこう生地が抜けているんです。抜けてる？あ、あ、蒸れないと。そうなんです。なんで梅雨時期とかも結構着やすい。あ、確かに、はい、確かに。実はこの下にボタンが何個かついてると思うんですけど、2ウェイコートになっていて、2ウェイ？そうなんです。こちらをここでパチッとこう止めていただくと、あ、短くなった。そうなんです。短くなる。さらにね。さらに短くなりますよと。はい、ちょっとこうブルゾンらしい。あ、ちょっとしょ、あ、わあ、すごい味変できる。え、これロングもいける？はい、これロングも同じように。ほう。ボタンがこちらに下についているので、ここ、うんうん、内側パチッと。これぐらい結構変わりますね。はい、しかもあれか、ショート丈のポケットが このディテールで、はい、ロングは結構いっぱい入りますディテールですね。ちょっとこうポイントになるかなと思います。大きさが結構決めなので、うん、ね、でかいもんね。はい、へえ。そして今回はですね、ロングを、私物と交えてスタイリングしてみたいなと思ってます。白で、はい、新色の白でいきます。はい。テーマは？テーマはWWD の村上かなめさん。おお、編集長。編集長の。でも分かる人には分かる。あれな、あれなってなると思う。じゃーん。じゃあこんな感じになりました。めちゃめちゃ素敵です。かなめイズムを感じませんか？半ズボン。あとこのボリューミーな感じ。ちょっとかなめさんオマージュしております。で、コートなんですけど、まあ普通に着ることもできるけども、コートの上にベスト羽織っております。はいはい、でその上にトラディショナルの、はい、しましまを肩に巻いてって感じですかね。コート開けてる？開けてる、全部開けてる。締めたらね、多分スカ、はい、ロングスカート履いてるみたいな。あ、でも本当ですね。可愛い。そう、こんなちょっとおとなしくなるかな。薄いからこそできるようなスタイリング。うんうん、そうだね。レイヤード楽しめるからね。張りがあるとレイヤードがしにくくなっちゃうから。色は一応ね、統一感持たせようかなと思って、ブルーと白で統一させてます。差し色が多分ミントグリーンくらいだから。うん。次は首藤かなめみたいな感じ。首藤かなめさん。ちょっとショートにしてみようかなと思います。でじゃあこんな感じになりました。素敵ですね。またショートバージョンです。でも着てるもの的には全然変わってなくて、さっきアウターにしてたものをインナーに入れてます。全然印象違います。茶色いイメージにしたかったので、ファーも入れておりますって感じですかね。これはなんか捕まえてきたんですよ。そうなんですよ。昨日山行ってね。なんですからっつって。なんかずっとファー使ってなかったんですけど、でも使わないのもなんかサステナブルじゃないなと思ったので、はい、なんかあえて使っていこうかなと思ってます。じゃあちょっとロングバージョンも見てみたいかなと思います。はい、やってみるね、はい。結構簡単に5箇所なので、確かに、はい、パチッと。来たら来たで、はあ、もこれで普通、普通なのか。それは絶対いるんですよ。これはモードの住人としては欠かせないの。欠かせないの。こうすると普通の人じゃん。それはそれでもいいし、はい、かっこいいですね。まあね、まあね。このシルエット可愛くないですか。そうですよね。ワンみたいな。ちょっとこうアンブレラヨークがふわっとする感じ。ふわっと、あぶれてる感じ。ふわっとしてる感じ。そしてあなた、何を着てるのよ。エルガンメンズを。メンズバージョン、はい、メンズバージョン、短いやつをさらに折ってる、うん、へえ、この丈感良いね。これいいっすよね、はあ、ね、さっきのデニムの丈感と似てる。あ、そうです、似てますね。これが通常で、うんうん、今これとこれ2ウェイ楽しめるのいいね。はい、ね、気持ちが変わる、はい、明けっぴの白は新鮮。白アウターがね、めちゃめちゃお似合いで白。でもこの白なら、うん、この素材なら取り入れやすいですよね。そう、あんま汚れなさそう。そうそうそう、ね、あんま白白してないっていうか、はい、うん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 。高青年なのかちょっとワイルドなのか。そうだね、ワイルドな人が構成しようとしてる感じ。俺ももうちょっとまともになろうかみたいな。これに、はい、どうぞ。
悪を隠しきれなくなった人片っぽだけ片っぽだけと本気で仮獲物感のはい、そしてお知らせがあるということで、はい、3月8日にアミュプラザ博多店に、店舗がニューオープン、はい、いたします。九州です。初出店になります。九州初上陸、はい、じゃあぜひぜひね、そこもね、はい、見てみてもらえたらなと思います。はい、そして、皆さんはどのアイテムが気になったでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。